番？わかんない。1週間1週間ぐらい前だね。今日は衣装を着て頭飾りもつけて練習です。準備中。それをピンで止めるところ。難しい？止められる？頑張ってまずやってごらん。止められそう？リンカ一個年上になったから、一個年になったからもう止められちゃう？あとね、姿勢悪い時ってそうできづらいから姿勢よくしてもらうんだよ。背中丸くしてると、はい。ありがとう。みんな衣装直し終わってない人手挙げて。私まだ衣装直し終わってないんです。腕は直したけど、リンは腕直した。どうかせん、自分でできそう？ちょっと止まってるじゃん。そうだね、上手じゃん。衣装のお披露目を開始します。登録してね。フロリナの2人どうぞ。そしてサタネラの2人どうぞ。いいね。アルレキの2人どうぞ。鼻に入ってないよ、大丈夫。本番1週間前、衣装をつけて今日は練習です。本番に向け意気込みインタビューをしたいと思います。初めてのコンクール、2年生、河川ちゃん。先生からもらった注意を一つでも守って、今度のコンクールに出るときに緊張しないで、ちゃんと笑顔で可愛く踊ったりする。いいね、緊張しないでできるように笑顔出しておきよ。はい、次は4年生、りんちゃんも初めてのコンクール。今まで言われた注意とかを守って、綺麗に踊りたい。いいね。5年生、うん、2度目のコンクール、ランちゃん。さあ、意気込みは？ルルベを立つときによく、カマになりやすいから、ちゃんとカマにならないように
ガマにならないように綺麗な足でちゃんと止まれたりとか立てたりとか綺麗にルルで立って安定させたいと。そうだね。6年生前回も前々回も登場しているりんかちゃん。どうも、サタネラはなんかぶりっ子みたいな小悪魔の恋っていうやつだからプレっぽく踊ってるように頑張りたいです。頑張りたいです。はい。頑張って。小悪魔の恋ちゃんと表現してる。何度か目の。よく登場してくれる京香ちゃん。今回のやつは前回のコンクールで全然なんかいい感じにできなかったから後悔しないように踊りたいと思います。そうだね、面白いです、うん、さあ、ゆかりちゃん、なんか初めてこういうなんかキャラクターっぽいなんか踊りに挑戦するので、なんかそういう表現とかをしっかりできたらいいなと思います。かわいい、珍しいな。はい、自由タイム。言いたいことある人、したいことある人、好きなことしていいよ、どうぞ。あ、今日は静かだね。ないの？言っときたいことない？大丈夫？終わり？はい。何の音したんだっけ？お腹すいた。お腹すいたの？もうちょっと頑張って。うん、座ったら帰っていっぱい食べて。疲れた。疲れた？これからなのにね、バレずに。そうだよね、1時からやってるからね、レッスンでも疲れちゃった。でもあとバリエーション頑張って、表情を柔らかくして笑顔を取れるようにします。表情柔らかく、はい、表情筋ストレッチしましょう。はい、並んで、よーい、スタート。顔ほぐして手引っ張ったり、伸ばしたり、もっともっとほら、ランちゃん、早く可愛さ残そうとしなくていいんだよ。もっと本気で言って。もういいか、いいよ。いいか、いいよ。もっと言って、もっと言って。はい。次、本気見せな。次、ここで本気見せな。次、本気見せるの。手で隠さない。本気で、本気で。ほら、戻ってくよ。続けて。はい、笑顔、せーの。頑張ります。暗い暗い暗い。See you.